なんか冒頭に言ってた先日カレー作ったっていうのが、うん、これうちで作った話の流れなんですね、はい、そうですね、まあ、だから先日ではなく結構前になっちゃいますけど、はい、まあ、そうですね、もうそんなこともありましたし、これもなんかね、だってなんで俺家に行ってカレーを作ってるんだろうっていう、母性に目覚めたからじゃないですか。違います言われたからですよ。な流れでなんて言ったのか、なんか千秋がなんかカレー食べてみたいですみたいな。ああもうそれはねシンプルに、そう食べたいなっていうのを言って、じゃあもうじゃあ作るって言って、うんうんうん、でもそしたらうちなんか料理道具なんもないですって言われて、はい、えみたいな、なんもなかったんすよ、どうやって生きてきたみたいな、その時はなんもなくて ねじゃあもう今からポチるからさいろいろポチってね、聞いたことないっすよカレー食べたいですスタートに江口さんがうんっつってアマゾンの画面見せてきて必要なもん入れてっつって怖いわマジで、金のかかるカレーだったな。いや本当ですよ、うん、全部。そしたらなんか西山さんがね、うん、この作品にはちょっと関係ないな、関係ないですけれどもでもね、その前に江口さんの後輩の西山さんが、はい、カレー作るなら炊飯器買うよって次々とね先輩たちが買っていってそこになぜかよくわからない梅原雄一郎君も来て、ね、まあ、あの方は出てますから、出てますからね、行くわっつってなんでっ4人分ね、そうそう作りましたけれどもね。いやでも結構ね一人暮らしにしては多めのカレー作っていただいたんで、もうあの後は、はい、もうしばらくは江口さんカレーとともに僕の胃は満たされてましたからあ本当ですか、本当にありがたかったです、まあ、次の日はね相当ね味が染み込んで、いやめちゃくちゃうまいですよ2日目、うん、2日目のカレーは最高ですからね。あれ、ね、まあ、あれ夏野菜カレーでしたから、ちょっと冬はね、うん、なんか冬は冬で、冬は冬でありますよ、ね、じゃああと2人なんでだ、なんで呼ばなきゃいけない、そう4人前を作る前提なんだよ、パワーさんと、なんでだよパワーどう、あでもなんか逆にノリノリで来てくれそうですけど ね先輩はね、そうそう、なんかねそう言ってたんですよ、また、うん、そのマッシュルの現場でもそうですけど、うんうんうん、いや飲みたいなって言ってたんで、いやもう多分ね、あのお誘いしたら一発だと思いますけど ね、 そうですよね、連絡先は聞いたりとかしてんの、あーもう存じ上げてますんで、じゃあもういつでもね行きたいですね、うん、カレー食って飲んで飲んで、ね、闇のあのゲームしてやめなさいって、もうほんともうさ、これもう本当にでもこの場にいないですもんね、あの真犯人、いやそうなんだよ、だからねエピソードトークとしてはね言いづらいよね、うん、そうなんですよ、まあでもそれ以外でもそうなんですけど、まあそれぐらいからかな、うん、千秋くんがバグり始めてきて、おかしいだろう、なんか すごく最近ね誘われるんですよ一緒にいると仕事終わったら、はい、うん、なんかすごいなんかウェーって近寄ってきて、はい、何何怖い怖いって言ったらでこの後どうするって、そうですよ、いやどうするも何も僕は帰りますそれ以外の言葉はないですって思うんですけど、はい、もうどこ行きます前提なの、飲む前提なんだよ、だって帰るって家に帰るじゃなくて、え酒屋に帰るんじゃないですか江口さんじゃあ一緒に帰りますわって言って、俺には俺の帰りを待ってる人たちがいっぱいいるんだよいいセリフのように、ただ飲みに行くだけなのに俺を待ってる人たちがいっぱいいるんだよ行きつけのただのバーだったり、そうだよ酒屋なのにね、いろんな酒屋行きたいんですよ。